ご参加いただいている皆様、どうも、こんにちは。こんにちは。ただいまより、スタートアップ、そして介護事業者のためのケアテックオンラインセミナー2020の第3回を開催いたします。私は本日の進行を務めます、福岡市ケアテック推進コンソーシアム事務局を務めております、福岡福祉向上委員会の大場と申します。よろしくお願いいたします。それでは画面の共有をさせていただきます。皆様方、画面の共有はできてますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい。それではですね、本日のまず、スケジュールを共有をさせていただきます。セミナーを14時5分から14時50分、社会福祉法人青森社会福祉振興団の理事長の中山様にいただくわけですが、その後に10分間の質疑応答の時間を設けております。で、その際に質問を受け付けますが、お話をいただいている間に、この Zoom のチャット機能を使いまして、皆さん方ご自由に質問であったりご意見をいただければなと思います。で、それを質疑応答の時間に私の方で拾わせていただきまして、中山理事長にお答えをいただくということをさせていただきたいと思いますので、ぜひご遠慮なくお願いいたします。それから、本セミナーは、録画をさせていただいておりますので、ご承知おきくださいませ。それでは、本コンソーシアムのお話を少しさせていただきたいと思います。本セミナーっていうのは福岡市が主催をしておりますが、この福岡100というものは福岡市民の方、どなたも目にしたことはあるのではないかと思います。100歳まで生きるのが当たり前になるこれからの時代、市民が支え合いながら、誰もが心身ともに健康で幸せに生き続けられる社会を実現するための具体的な100のアクションを福岡市から実践します。福岡100の戦略の7つの柱をご覧いただいております。そのうちの6番目にケアテックベンチャーの拠点となる街というのを掲げさせていただいております。ケアテックベンチャーの拠点となる街の主役である介護現場、それからスタートアップ企業はそれぞれ画面のような課題を抱えております。その課題解決の一助ということで、本コンソーシアムが3年前に立ち上がりました。ご覧いただいているのが今までの取り組みでございます。1年目は課題抽出のワークショップを2回行いまして、経営者、それから現場の声を拾いました。それに対して、IT 企業さんから、ソリューション案を公募、プレゼント、マッチング会っていうのを行い、トライアルの実施までを1年目行いました。で、2年目は実際にトライアルを通じて、導入をいただいた事業所さんの導入の事例発表を昨年度行わせていただきました。で、本年度3回のセミナーを実施をさせていただいております。前々回、第1回は株式会社ビーブリットの竹下代表に介護事業界における ICT 活用の肝ということをお話しいただきました。2回目の先月は北九州の社会福祉法人光徳会さんに、施設長の中村さんにご登壇いただきまして、実際の IT 活用の事例と活用のヒントというお話をいただきました。で、今回はこの3回目になります。介護業界における新たな技術の活用事例、活用のヒント、事務効率化、サービス向上編ということで、社会福祉法人
青森社会福祉振興団理事長の中山辰巳様にご登壇をいただきたいと思います。それでは私の方の共有を停止をさせていただきます。中山理事長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私は青森社会福祉振興団の中山と申します。ほんの午後のひとときですけども、お時間を頂戴し、私どもの、今までの取り組みを中心にお話をさせていただきます。新たな技術の活用事例、活用ヒント、事務効率化、サービス向上編ということで、これから少しお話をさせていただきます。まず、私どもの今現行の取り巻く状況を簡単にお話をしたいと思います。介護人材の枯渇ということで、厚生労働省も、2025年には37万人、38万人不足すると言われています。実際の現場感覚で言いますと、その2倍かなという感じもいたします。それから、それとともにですね、少子高齢化、これも高齢化率が 30% をもう超えていると、2025年になりますと、もっともっとですね、高齢者、要介護高齢者が激増すると、需要と供給のバランスが完全に崩れていっているという。それから気になるのは、日本の財政もそうなんですが、介護保険財政が非常に逼迫している。これ以上の、介護報酬がアップするのかという、そういうこの危機感もございます。そしてそれも直さず、この2025年問題というのが大きくクローズアップされているのは、ここに私書きました。最大のミスマッチ時代の到来ということを書いたわけですけども、このミスマッチとは何か。団塊の世代の人たちは最大のある意味ではクレーマーです。高学歴、それから豊富な情報、介護するにあたってはごまかしは効きません。最大のミスマッチというのは、そういう介護する人材の枯渇、質の問題、それに対して団塊の世代の人たちの世代的な高学歴でもあり、いろんな情報を持っている、いろんな考え方もある、多様性、それに対して本当にですね、対応できるのかどうか、非常に危機感を持っています。毎日毎日クレームの嵐、それに対して的確に対応しなきゃいけません。どうしてもそこにはですね、このロボットや ICT やはじめとした新しいそのツールが私は必要になってくるかと思います。この人材の枯渇ということでは、外国人の介護者をこれから日本はどんどん受け入れてくる。外国人はどうしてもコミュニケーションがうまく取れません。そういう意味でも、このロボット ICT、IoT というのは、その補完的役割を大いに果たすと思います。そういう意味で、この介護を取り巻く、状況というのは、非常に、危機的なものがあるかと思います。それについて、本当にこれから2025年、あと4年、なんとか間に合わせなければいけないかなと思っております。すみません、次に行ってしまいます。こういうですね、今までお話ししましたこの状況、これを乗り切るためには、さまざまに多角的に活用していかなきゃいけない。ここに改めて書きました。ICT や IoT、RPA は手段であります。その目的とは何か、いかにこれこう書いたわけですけども、働きやすい職場、
なかなか入ってもすぐ辞めちゃう、休みも取れない。よく産経職種ってありますけど、私は六経職種だと思っています。その一つは休日が取れない経、それから休日も取れない他に、基本的なその自由が利かない経、非常にですね、このプラス産経というものが大きくのしかかっています。将来に希望がない、より展望が見出せないとい こう過酷な介護現場、これを何とかせねばならない、まあ、そういうことから、働きやすい職場を作ればどんどん介護業界に入ってきて定着してくれるだろうという、まあ、ここに天井走行リフトって書きましたもん。これは、まあ、ある種の私は介護ロボットだと思っておりますので、この腰を痛めないノーリフティング、まあ、こういうことで天井にリフトをつけています。まあ、従来 の床走行じゃなくてですね、天井につけてますので邪魔にならない、いつでも使えると。まあ、こういうこともですね、基本的にこの ICT、IoT の前に昔からある介護機器から導入して、この ICT、IoT という道に入ってくるのも一つだと思います。それから、このためにはですね、事務管理だとか介護業務標準化をやっぱり進めなければ、基本的になかなかうまくいかない。やっぱり標準化というのは仕事の実際のやり方、どういうところにどのくらい時間かかってるんだろう、分析をする必要があるかと思います。それに合わせたその ICT 機器を選び進めていくということになります。でこの標準化に、まあ、付きまとう言葉が、まあ、3M と言います。無理、無駄、無駄、まあ、これをいかにこう見える化して取り除いていくか、まあ、これは QC 手法の一つでもあるんですけども、まあ、この世にですね 3M、OS とかと言います。まあ、これを基本的にきちんとやった上でですね、ICT 機器を導入すると。これを抜きにしてはなかなかうまくいかないと思いますので、ぜひとも今のうちからやっていただければと思います。余裕のあるうちに進めてもらいたいなと思います。急激に悪化した場合は取り返しつかないことになります。今余裕のあるうちにですね、自分のところの仕事業務のこういうものをきちんと調べて把握しておく、そして機器を導入するっていうのが一番うまくいく方法かなと思います。まあそれです。まあ結果的にですね、介護の労働生産性が向上できます。まあ治療は後で見ていただければと思います。特養の3対1の比率を、まあ、うちではなんとかですね、今 2.5 対1ぐらいに、まあ、しておりますけども、まあ、このようにですね、1から5、まあ、こういう目標を定めながらですね、やっております。で、この機器の種類から言いますと、非接触型、まあ、私はまた介護現場では、この接触型というのは馴染まない。何よりも高齢者がその認知症の方もおられます。非常にこうリスクがあります。危険です。ですからできるだけ今のところは非接触型の ICT 機器の導入を進めたいと考えています。それからセンサー系も含めてですね、まあICT 機器、まあ後でちょっとお話ししますけど、労務管理システム、それから、グループウェア、まあ、これは皆さんと子どもやられていると思います。情報の共有、
まあ、そういうことでこのグループ AI というのは全社でですね、導入し進めていけば情報が、ほうれん草、まあ、これも高まりますし、いろいろな意味で見えるかなってくるかなと思います。すいません、じゃあ次お願いいたします。で、この標準化、この標準化にあたっては私どもの方ではこれ介護ですけども、まあ、業務分析するということで30分単位に介護業務を分けたんです、まあ、私はこれをシェアリングケア、モジュールケアというふうに言ってますけれども、専属のスタッフをどういう仕事に何人配置するかという、まあ、これを今からそうですね、35年前にこれやったんですけどね、まあ、それが今でもこれ私どもの方では生きています。まあ、1人当たりどのくらいの労働時間かというのもこれすぐ把握できますし、見直すにあたっては、あ、ここの時間帯のじゃ人を 0.5 人増やせばいいとか減らせばいいとか、こういう見える化がですね、後の、まあ、紹介したいと思います。ですからこれは非常に今介護人材が厳しいより本当に効率的、効果的にですね、進めていかなきゃならないかなと思っております。じゃあ、申し訳ない。じゃあ、次にお願いします。どうも。そして、まあ、今後の方向性1ということで、お話ししたいと思います。まあ、私の方では今、この労務管理システムということで、勤務シフトの自動作成ソフト、まあ、これを導入し、複雑な勤務シフトをこれで作成しております。従来に比べてもう格段のスピードで作成できるようになりました。まあ、私は3分だって言ってますけど、3分でこれ自動作成できるわけです。で、その複雑な勤務シフト、変更もスムーズにできます。そして何よりも、従来であれば、そのシフト表を、まあ、貼り付けるなり、まあ、見るということなんですけども、各自のモバイルに自動送信されます。変更の時も自動送信されます。まあ、介護の業務の見える化、先ほど言いましたように、何時から何時のどういう業務に何人の方が携わっているか、まあ、こういうことも見えてきます。で、最終的にはですね、今出退勤の、まあ、顔認証あるいは静脈認証でもいいんですけども、それを導入しまして、出退勤管理を含めて給与の自動計算まで、今進めたいなと思っております。もちろんこれ給与明細は各自のモバイルに送信するということになり、従来の紙で出力してというのはなくなります。もう、まあ、この紙というのはペーパーというのは、まあ、事務方の方なら分かるかと思いますけども、何か紙で出力すると安心感があるんですね。安心なんですよ、仕事したという感じもありますしね。しかしこのペーパーというのは出しますとファイリングしなきゃいけない、ファイリングするということは場所も取る。じゃあ後で振り返ってその見るか、ほとんど見ないという、まあ、結果があります。無駄なんですね。私の方ではiPad が日本で発売になった時に、係長まで全員に iPad を配布して、さまざまなペーパーレス化を、まあ、測ってきたわけです。紙というのは、まあ、安心なんですけども、無駄なんですね。はい。それから、まあ、コロナウイルス、まあ、今も日本で猛威を振るっています。このコロナウイルス、ある意味では、10年はめてくれたかもしれない。 ICT、IoT の
から言えばですね、今皆さんにお話ししているこういうウェブ会議、テレビ会議、まあ、進むと思います。ある意味では時間をですね、有効に使える、まあ、非常にですね、反知反解な面もあるんですが、それはある意味ではこれからいろんな手段を、手立てを使って解決していけばいいのかなと思います。このテレビ会に定着、おそらく定着していくと思います。コストもあんまりかかりません。時間もかかりません。まあ、そういうことでこれが進んでくるかなと。もちろんテレワーク。このテレワークとしては、まあ、特に事務方の部門では進んでいくかなと思います。まあ、この事務管理でお話ししますけども、この RPA、ロボティックプロセスオートメーションっていうんですか、この自動化、特にルーチンワーク、まあ、給与計算、それから財務、経理ですね、他、まあ、こういうものをどんどん取り入れながら進めていきたいなと思っております。まあ、ある意味ではこのルーチンワークですんで、ヒューマンエラーをなくする。決められた時間内で、やっぱり働きやすい職場。まあ、これが事務方、事務管理部門では必要だと思います。それから介護現場系ですと、まあ、このようにですね、ロボット、ICT、センサー、それから介護記録、まあ、これもですね、おそらくは、RPA も入ってくるでしょう。入力の省力化、自動化。まあ、最終的には、この AI、ケアプランの自動作成ということに落ち着くんでしょうけども、まあ、このようにですね、介護現場も、この記録を中心に自動化をしていかなければ、限られた人材です。介護人材は本当に高齢者に寄り添うという時間が大切なわけです。できればこの記録というのはある意味では ICT ロボットに任せた方がいいかもしれません。じゃあ次お願いします。まあ、これは次はですね、私どもの今プロジェクトを少し紹介したいと思います。まあ、実を言いますと、これは10年前であれば考えられなかったんですけども、 ICT もそこそこに普及してまいりました。 IoT、 それから、高性能の介護機器、おむつと、まあ、役者が揃いました。で、今年の6月にですね、スタートさせたわけです。まず特養における夜勤業務をもう根本的に革新的に改善しようと。で、何よりも利用者の安眠。まあ、これはですね、何十年も課題になってきました。まあ、利用者はですね、おむつ交換で起こされる、体変換で起こされると、まあ、夜中というのは、ある意味では起こされるんですね。ぐっすり眠れないんですね。眠れないということは、その時間帯はワーカーさんが一生懸命動いてると。ワーカーさんもしかりですね。で、本来は、まあ、夜というのは当たり前ですけども、休む時間帯なんですね。それを何とかしようと思いました。お互いにゆっくり静かに夜を過ごす。まあ、そういう方法ないのか。まあ、いろいろこう考えてきたんですが、今こそこの ICT を、IoT を全面的に導入してやるとできるんではないかなと思うようになったわけですね。で、これは自立支援、利用者の自立支援にもつながります。何よりも生活の質がアップいたします。
夜かかりつけで何時間も取られるんであれば、その分昼間帯に今度人を割くことができます。夜はお互いにぐっすり休みましょうと。つまり今までですと夜起こされますんで、利用者も昼こっくりこっくり、まあリビングだとか、まあお部屋で眠ってるんですね。全く生活の質がですね、測られてません。まあこれを普通に戻すということで、普通の生活に戻す。まあこれをですね、ぜひとも今度は実現したいなと思ってるわけです。目で見る形で、お互いに。まあ今まではそのいろんな IoT、ICT、まあこういうことに改善を図りましたと。あくまでもそれ部分的なんですね。異常の時、こういう機器で作り、を使ってスムーズに測りましたとか。別にそれはトータルである一定の夜という時間帯を丸ごと、こう、普通の生活に戻せる。まあそういうことを目指そうと思ったわけです。本当に実を上げなきゃいけないかなと思います。介護職員の働き方改革。もちろんです、これ。夜勤は過酷だ。眠れない。あっちこっち、ナースコールで飛び降りなきゃいけない。まあ、このために、夜勤は過酷だということで、なかなか介護業界に入ってくれない。あるいは入ったとしても、この夜勤がきつくて、働けない、働いていけない、まあそういうことがずっと続いてきたわけですね。これを何とかしよう、トータルで。で、先ほど言いました、まあシェアリングケアということで、見える化を図りながら、介護業務を30分ごとに区切りながら、まあこれをですね、とことん、やはり精度を高めていけばいいのかなと思っております。安眠プロジェクト、ぜひともこれ、成功させたいなと思ってます。このプロジェクトは、今までちょっと違うのはですね、私どもの法人内でしてるだけじゃありません。全国のですね、6つの社会福祉法人が、共同組合を2年前に作りました。その共同組合で共同でこのプロジェクトに取り組むと。私どもだけがやってるわけじゃありません。他の4つの社会福祉法人もこれ参画して、少しずつ作り上げていこうと思っています。小さいところというか規模の、比較的定員数が少ないところもあれば、大きいところもあれば、様々です。まあ、そういう意味で、なんとかこれを実のあるものにして、まあ、これ日本の皆様にも当然、情報と少しずつ提供して、これから行きたいなと思っております。じゃあ次。で、まあ、こういうことで、まあ、最終的には、この、介護の労働生産性を上げることによって、人材の、この、少ない、足りないところを、この生産性を上げなきゃいけないということで、まあ、この中にですね、この真ん中に、介護現場への ICT 導入の促進ということで、労働生産性、まあ、向上。まあ、真ん中にセンサー系 ICT 機器、それから先ほど言いましたシェアリングケア、モジュールケア、から今、PDCA ということで、まあ、従来からですね、プラントゥーチェックアクションというのがありますけども、まあ、最近は、この、あまりにも、社会が激しく変わる。
ですから、このウーダ、少しもう走ろうと、走って、まあ、観察といいますか、それをしながら、走りながら考える、直していく、まあ、そういう感じに私はなってきているのかなと思います。まあ、計画はきちんと立て、それは立てた方がいいんですけども、あまりにもこう立てすぎると、あまり社会が激しすぎて変わるのが、なんかちょっと計画とちょっと違う。ですから、ある程度のざらっとした計画、大雑把な計画でも走っちゃうということが、これから必要になってくるのかなと思います。それから、複雑な勤務シフトでお話ししました、この労務管理システムというのも確立していこうと。すると、一気通過の自動化になるわけです。複雑な勤務シフトから、顔認証もしくは静脈認証で、出退勤で、それのデータができますと、自動的にこれは給与も作られます。まあ、これはですね、RPA でも同じことを言えるんでしょうけどね、まあ、同じです。まあ、そのように、事務系のところでは大きくこの業務の省力化、IT 化ができるのかなと思っております。で、何よりもですね、そこまで行くためには、標準化、この作業というのはもうやらなきゃいけません。標準化をとことんやることによって、まあ、自分のところの法人の強さから少し劣ってるところ、まあ、この辺ちょっと足りない、まあ、そういうのが見えてくるわけでして、まあ、ICT 機器導入する、まあ、ある意味では前一つ一歩前の作業だと思いますけど、ぜひともこの標準化というものを進めていただければと思います。まあ、いろいろな仕事の進め方もあります。まあ、しかし、これ何十年経ってもこれは変わらない一つだと思いますね、標準化というのは。それから、今は介護現場だけじゃなくて、事務管理系も含めて多職種連携という共通のものが必要だと思います。それにはやっぱり ICT なんですね。共通のものを、まあ、私の方ではディスクネッツという、まあ、そういうものを使っていろいろな意味で管理をしているわけですけれども、これは現場も事務管理系もそういうソフトを使っております。で、最後にですね、まあ、下に、まあ、共同組合の法人の連携と大規模化って書きましたけども、まあ、これから、まあ、経営という視点に立てば、まあ、グループ化、合併、まあ、いろいろこれからやってくるかと思います。まあ、そのためにはこの ICT を使った業務の標準化を進めておくと、これはもうスムーズに連携できますし、地方人の新しい事業を進める場合でも大きな大きな力になるかと思います。大規模化にも貢献するかと思います。何度も繰り返しますけど、今のうちにある意味ではお金をかけて、人もかけて、投資をしてすぐはプラスにはならないかもしれない。しかし、その標準化することによって極めて、狙いを定めて、間違いない進め方をすれば、必ずや法人の、あれは介護現場のプラスになるかと思います。きっちり一つ一つ慌てずに、
標準化を進め、ICT 企業、間違いのないものを導入していくと。できっちりエビデンス、データを取る。そのデータに基づいてまた次のアクション。これを繰り返し繰り返しすることによって、皆様の、法人、介護現場、地域の活性化にもつながるかと思います。でこれは先ほどお話ししました。これは介護保険法に定められてます3対1という配置基準がありますが、私の方ではこんな感じで、最初はほとんど1対2以下だったんですが、今のところ1対 2.51 ということで、だんだんと労働生産性も上げてきております。法律ではこれが 2.999 までは法律違反ではありません。また確か来年度の介護報酬にあたっては、このインカムだとかセンサーだとか一定の ICT 機器を備えたところについては夜勤の配置加算と大幅にプラスになるよう、そういう情報も聞こえてきております。ICT 機器の一つのツール手段ですが、同じ導入するにしても、先ほど言いましたきちんと標準化作業を得て的を外さないような ICT 機器を導入していけば、間違いなく私は向上していくかなと思っております。じゃあ次、これはびっくりシフトさんの、一つのこう見える化の資料です。デイリープランって言いますけども、時間帯を、下に書いてあります。これに対して何人配置だとかね、こういう見える化することによって生産性を上げていく、これも一つのツールです。このびっくりシフトさんというのは、少しお話ししますけども、昔は60人の、うちは店員で、ですけども、ある担当者が1ヶ月のうち15日ぐらいかかって皆さんの希望給を取り、それを反映させて不満のないようなシフト表を作るんですが、どうしてもそこには、人がやりますもんで、無理ムラムラが発生いたします。それで、非常に問題になったり、それから休みが急に突然夜勤ができない、そういう時は非常に困るわけです。それを瞬時にですね、ある意味ではこのびっくりシフトさんというのは対応してくれて、新しい勤務表を作ってくれます。今ではうちの担当者はもうこれがなくてはもう仕事にならないって言ってます。この複雑な勤務シフト、普通は夜勤、夜勤明け高級という、こういう周りで動くんですけども、これにこの高級が入ってきます。いろいろ様々にですね、このシフトっていうのは悩みの種なんですね。それが今導入することによって本当に3分から5分でできちゃいます。これが勤務のデータとくっつき、最終的には給与自動化というところに進んでいきます。非常にですね、これからこういう、従来なかったような
まあ、システムといいますかソフトがですね入ってきます。まあ、この介護に、まあ、これは特化した形のものなんですが、この介護の勤務表とそれから出退勤、これ一緒になりますともう給与が自動化されるということで、これは全体に関わってくる、その大きな大きな、これ省力化になるかと思います。非常に期待しております。このシフトを瞬時に、まあ、作り、それを一気通貫で給与まで自動化できる、これはすごいかなと思っております。それから最後にですね、まあ、安眠プロジェクトのこれは、まあ、立て付けですね、こんな感じで考えております。まあ、見守りセンサーがありまして、まあ、自動体変換マット、まあ、これは寝返り、まあ、2時間に1回体変換、まあ、これを自動的にやってくれます。まあ、こんな感じで、それから高性能の高機能のおむつですね、6時間に1回、8時間に1回でいいかもしれない。まあ、こういうさまざまな今の、ICT 機器、高機能のおむつ、介護機器と利用しながら、この安眠プロジェクトを、まあ、進めていく。で、この見守りセンサーというのはもちろん非接触型ですので、いわゆるマイクロ波でもって生体検知までいたします。将来的にはおそらくこれはですね、ナースコールは必要なくなるかなと思っています。普通ナースコールを押せる人ならいいんですけども、あるいはナースコールの押せない状況になった時、大変なことになるわけですね。夜中にベッドから降りてトイレまで行く途中で転倒しました。もうナースコール押せないんですね。するとこれが見守りセンサーの場合は自動的に検知いたします。オンコール、常に会話できます。それからその瞬時、録画してあります。映像。もちろんこの映像というのはシルエットです。きちんと人権に配慮した映像になっております。まあ、こういう形でこの安眠プロジェクトはさまざまなツールを総合的に使いながらですね、進めていきたいなと考えているわけです。まあ、放出ゼロ、まあ、これを目指したいなと思っております。まあ、少し時間残しましたけども、これで終わりたいと思います。なお、このペコって言ってるのはうち私どもの、ゆるキャラのメルメルちゃんです。どうもどうもご清聴ありがとうございました。はい、中村理事長どうもありがとうございました。どうもすみません、すみません、冒頭邪魔をしてしまいました。申し訳ございません。申し訳ない。それでは、ご参加者の皆様方からの質問を受け付けたいと思います。声が出せる状態の方は、画面をオンにしていただきまして、挙手をいただく、もしくは声が出しにくい方はチャット欄にご質問を書いていただければと思います。いかがでしょうか。どんな質問でも大丈夫ですよ。
中山理事長、質問が、一つチャット欄に来ているのですが、はい、業務の標準化において、どのようなところに無理、はい、ムラ、無駄があったのか、具体的に教えてほしいですという質問が来ております。まあ、これは様々にありますんで、まあ、まあ、具体的には、あの介護業務で、まあ、特に私どもの方では排泄業務を一番最初にあの取り上げまして、今から35年前ですか、やってきました。あのやっぱり現場ではですね、その例えばあの当時布おむつですんで、おむつの取り替え方も一人一人みんな違うんですね。ここに、まあ、そういうことを一つ一つですね、順番、こういうのが一番無駄のない取り替え方、それから利用者にとっても、苦痛にならない取り替え方だとか、一つ一つまあ作っていったわけです。やはりあの介護というのは非常に個別です。利用者の、まあ、当然あの望むものも違います。介護する人はできるだけそれには合わせながらやらなきゃいけないということもありますので、まあ、そこは細かくですね、あの解析していったわけです。まあ、そこにはその無理無駄無駄といいますか、こういうことしなくてもいいよねとか、あれはこれは足りないねとか、まあ、様々にそれは ありました。よろしいでしょうか。はい、小島様よろしいでしょうか。ありがとうございます。あの今の標準化のところに関して私からちょっと質問させていただいてよろしいでしょうか。はい、この標準化をする過程の中で、理事長のご説明の中で介護業務の洗い出しと分析を行われたということをご説明いただいたんですが、はい、かなりその莫大な作業をその職員さんと共にされたかと思うんですが、その過程の中でどうでしょう、あの職員さんのこう抵抗であったりとかっていうのはあまりなかったですか。まあ、やっぱり最初はですね、そもそもあの今から35年前ですから、うん、まあ、あの当時はコンピューター、IT とか、まあ、そういう言葉なんですけども、まあ、それね、もちろん抵抗ありました。あの介護現場にね、あのそういうものを持ち込むなんてとんでもないと、もっと温かみのあるそのものを出なきゃおかしいんじゃないかとかね、うん、ロボットだ、まあ今は普通に言ってますけども、まあそういう抵抗はありましたけども、やっぱり自分たちの仕事がある意味では楽になる、楽になるためにはどうしたらいいのか、ちゃんとデータを取りましょうと。本当に切ないんであればどのくらい切ないのか、まあ、そういうことを一つ一つでデータを取ると、データを収集すると、まあそういうことからまあ始めていったわけです。楽になると、まあそういうことですね。あのやっぱり現場の皆さんはまあにはただただねデータを取るんじゃなくて、それを取ってこう改善すれば楽になるんですよと。あるいは利用者にとってもっといいね、あの生活をしてもらうことができるんだという、この2つでまあやったんですけどね。なるほど、ありがとうございます。いかがでしょう、ご参加者の皆様方から何かご質問があれば、挙手をいただくか、もしくは、チャット欄に書き込んでいただければなと思いますが、まあ、今質問が、いただきました、はい、特養糸たのしさんからですね、シフトの自動作成システムのお話がありましたが、そのシステムにおいてスタッフ同士の相性を盛り込むことは可能でしょうかという、あのちょっとお話ししますけども、当然あの夜勤になりますと、あのもちろんそういう相性、それから今男性もあの介護現場に入ってきてますんで、全員男 あの夜勤だと困る、で女性も当然いなきゃいけない、
相性が常に悪い人だと困る。まあ、そういうの全てですね、一人一人に特化した形でデータを入れることができます。で、この人はこういう介護が不得意だ、あるいはこういう介護が上手だ、まあ、そういうデータを一人一人にそれを入れながら、最適化、最もふさわしいそのペアを作っていくわけです。非常に優れものだと思います。実際使ってみても。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。他何か質問ある方、手を挙げていただければよろしいでしょうかね。はい、ありがとうございます。それでは、中山理事長、本日は貴重な、ご体験から基づくお話をいただきまして誠にありがとうございました。皆さん、画面オフにされているので伝わりにくいと思いますが、心からの拍手をいただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、私の方からもう一度ちょっと画面の共有をさせていただきたいと思います。はい、続きましての時間は、最新技術の紹介ということで、中山理事長の方からも、まあ、人材難、人材不足というお話がありましたが、その人材不足を解消するシステム、それから仕組みを開発され現在運用されています、介護人材マッチングサービススケッタ、これを開発運用されている株式会社プラスラボの鈴木様にご登壇をいただきたいと思います。それでは私の方の共有を停止させていただきます。鈴木様、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。株式会社プラスロボ代表の鈴木と申します。よろしくお願いします。Zoom のチャットの方にですね、問い合わせのアドレスと、あとスケッターのサイトの URL を、貼りましたので、ぜひ保存していただければと思います。セミナーが終わるとチャットの書き込んだものが多分消えると思いますので、今画面見えてますでしょうか。はい、では時間も短いので、簡単に説明させていただきます。はい、スケッターという、サービスをですね、2019年から、始めております。どういうサービスかっていうとですね、まずよく勘違いされるんですけど、まず派遣でもなければ人材紹介でもありません。いわゆるですね、シェアリングエコノミーっていう概念を、この介護業界に取り入れたサービスになります。とはいえ、ちょっとよくわからないと思うので、一番イメージしやすい他のサービスでいうと、例えば Uber Eats なんか皆さん一度は聞いたことあるんじゃないかと思いますけど、自分の空いた時間でできることで、何か、スポットでですね、お手伝いすると、まあ、そういう、介護福祉に特化したものになります。非常に、まあ、分かりやすい概念で言えばですね、有償ボランティアさんをこう集めるプラットフォームであるとか、あるいは地域包括ケアの概念をそのまま、まあ、マッチングしやすいようにしているであるとか、あるいはもっと言うと、社会福祉協議会がやっていることの、令和版といいますか、若い世代に特化しているというか、まあ、そういった形のサービスです。介護事業所側がですね、まあ、身体介助以外の資格や経験がなくても任せられる施設内の仕事をですね、まあ、依頼したいことをどんどん投稿してもらって、でそれで、隙間で私それ手伝えるよという人は、まあ、レキュレーションであるとか、お話し相手見守りであるとか、季節行事の手伝いであるとか、まあ、料理であるとか、まあ、皿洗い、片付け、配膳、下膳であるとか、まあ、そういった非介助業務のところを切り出してですね、働きに来てもらうと。まあ、それも、しかも1日単位でですね、できるようにしたことで、
介護業界に関わるそのハードルをまず下げようということで、介護業界の外にいる人たちをいかに介護業界の中に巻き込むきっかけを作るか、そういう、コンセプトでやっております。なので、次のスライドにありますよ、あれこれですね、本当にですね、いろんな人が自分のできることで、資格がなくても経験ができても経験がなくても、まずはじゃあ自分は落語ができるからとか、マジックを披露できるからとか、そんなところからですね、たくさんいろんな人がレクで参加したりとか、お話し相手、傾聴を見守りやっているとか、そういう人がですね、入ってきたことによってですね、関心があった人がとてもこの、プラットフォームに来てですね、介護業界に足を初めて運んだという人がたくさん今増えております。これまでは就職するか就職しないかという、究極のこの2択はハードルが高かったんですけど、自分のできることで、自分のできることから、参加できるんであればやってみたい、こういう、若い人がかなり多くいることが、分かりました。はい、ということで、本当にやりたいこととしては、地域全体で支えていくと、介護事業所の人たちだけに、負担を強いるのではなく、自分の空いてる時間は休みの日でも、何かしらこう時間が空いているときにですね、自分のできることでみんなで、少しずつ支え合うと、そんな、持続可能な社会を、作りたいと、五条インフラとかですね、共助とかそういう言葉も使うことあります。もっと言えば昔のその醤油の貸し借りの、そんな昔あったような、地域の関係をですね、令和時代にもう一度アップデートさせる必要があるんじゃないかというところで始めてます。このスケッターを始めてからですね、未経験、これまで介護業界に一度も関わることのなかった、方々がすごく参加するようになりました。6割、7割は異業種の人です。で、普段他で会社員やってる人が土日で介護施設お手伝い来るようになりました。一番多いのが20代です。このサービスを作ってから、こういうサービスがあったなら、ちょっと私は福祉の世界にちょっと関心があったんだと。自分のできることができるならやってみたいということで、毎月100人ずつ登録者が増えております。まもなく、2000人に到達するというところで、首都圏中心ではありますけれども、地方でも活用が進んでおります。はい、で一番 このスケッター採用におけるいいところは、まずは、皆さん即戦力フルタイムすぐ欲しいというのはあると思うんですけれども、まずはその業界に関わる母数を増やさないと、業界の根本的な人手不足の問題解決にならないということで、スケッターではいかにこう外から巻き込むか、そのための間口をいかに広げるかということをやっております。でそこからですね、ちょっとお手伝いって関わってるうちに結構転職してくるんですよね。じゃあもっとパートで働きますとか、正社員になってきますとか、そういうふうにですね、こう施設のファンを集めて徐々にコアなスタッフになっていってくるということがあります。でうちはですね、そのこれまでは人材紹介会社派遣でいうと、既存の福祉人材がその業界をずっとぐるぐる回っているだけで、紹介手数料と派遣、これがもう人材会社にただただ流れていくと、しかも紹介手数料は非常に高い、これを、ゼロにしようという一つの取り組みです。我々のサイトは、まずはシステムのですね、月額の定額だけで人を呼び込み放題というモデルにしています。もちろん地方とかですね、今お試しでどんどんやってくださいって言ってるので、基本的には無料で提供します。でどんどんスポットでのその優勝ボランティアさんを集めて、そこからいい人がいたらどんどん引き抜いてくださいと、自社にあった人がいたら引き抜いてください、紹介手数料は一切かからないと、しかも一緒にこうスポットで働いてそこから仲間になるので、人間関係によるトラブル、人間関係によるその上司との相性とか分かった上での上位などにミスマッチも起こさない、施設のファン作り、サポーターを集める、地域のサポーターを集めるというその関わり方改革によって、人材紹介も派遣頼るのもやめましょうと、令和時代の新しい仲間集めを、やっていきましょうということで、今どんどん実績出ております。今日時間がないので一個一個説明できないんですけど、本当に、とあるデイサービスさんとかでもですね、このレクリエーションとか配膳下膳とか歌を歌うとか、スケッターさんに毎日任せてるうちにどんどん施設のこと好きになってくる人が増えてですね、でどんどん転職生まれて、半年でこう6名ぐらい直雇用につながってですね、かかった経費はもう本当にトータルで5万とかそれぐらいと、訪問介護でも利用者さんとの相性でこう、例えば利用者さんとお話し相手っていう感じでスケッターを呼ん で、そこで訪問介護事業所で働きたいという人をこう見つけていったりですね、
まあ、あとは囲碁将棋の相手が欲しい、でも職員忙しいからできない、こういったところにスポットでですね、麻雀が得意な人、将棋が好きな人、マッチングしてですね、この正月なんかこんな日本舞踊できますみたいな助っ人が来てですね、やってくれたりします。はい、皆さん優勝ボランティア的なものなので、もちろん価格もですね、施設側が自由に決められます。500円から、助っ人を呼べるというような形になっております。はい、で、一応福岡のイベントということで、地方においては、どんな形で活用が進んでいるのかというところなんですけど、例えば秋田県、近くに助っ人いなかったんですけど、登録者は。ただですね、今こうやってまさにズームで皆さんとお話しできているように、ズームで職員といろんなお話しましょうみたいな、まあ、そんな案件を投稿してたんですね。まあ、言ってみれば、つながりを作ることが目的のサービスですので、必ずしもお手伝いじゃなくてもいい。で、職員と話そうとか、あるいは職員をインタビューして、ちょっと記事を、インタビュー記事を作ってくださいと。まあ、そういうことをやってるうちにですね、この秋田県のこの施設のこの施設長と働いてみたいという人が、いよいよ誕生してですね、今年、関東から秋田に移住して、そのまま介護職員になったということで、先月 NHK でも特集されました。で、こんなことが、そんなことも、ありました。はい。で、あとは、これからですね、そういう、まあ、事例をきっかけにですね、広島の方でも、まだ地方近くに助っ人はいないけれども、施設と大学がまず一緒にですね、助っ人やろうということで、まあ、介護施設側が何か手伝ってという案件を出します。で、福祉学部の大学がある大学生に助っ人に同時に登録してもらって、学生にとにかくこう体験で来てもらうと、一日手伝ってっていう案件でこうつながってもらうと、まあ、こんな形で地方の方でも始まります。あとは、新規バスという兵庫県にあるバス会社ですね。ここと連携、来年から始めるのが、まあ、スクールバスとですね、この介護施設のお手伝いの案件をこう連携させて、スクールバスに乗ってる学生さんたちに、このバスに乗って、ここの介護施設、今お手伝いに行けますよ、みたいなバスの広告をですね、展開させて、バスに乗って介護施設に手伝いに行こうと、まあ、そんな取り組みを、観光協会とか行政と連携しながらもやっていこうとしております。でもう一つ、地方ではないんですけれども、介護労働安定センターという、公益社団法人がやっている、ハローワークの介護版ですね。まあ、そういったところも今、助っ人を連携させております。まあ、失業した方がですね、介護業界の転職を目指す際に、まあ、お互いミスマッチを起こさないようにですね、そのカリキュラムの中で、自分に合った施設、まあ、雰囲気とかいろいろ見れるので、まあ、助っ人で自分に合った施設をいろいろ体験してみて、自分が働けそうな場所を決めてもらうと。まあ、こんな形で、まあ、ハローワークとの連携も進んでおりますというところです。はい。15時から10分、あと5分ぐらいですかね、僕が喋っています。はい。まあ、ということで、まあ、いろいろ喋りましたけど、本当に分かりやすく言うと、まあ、関わる人、介護や福祉に関わる人を増やすには、この関わり方改革が必要で、まあ、最初から介護の仕事をフルタイムでという集め方ではなく、人材紹介会社に、とにかく人を、呼んでくれということでもなく、いかにですね、まあ、自分のできることから、こんなことでまず お手伝い来れないか、そういうつながりを作っていくということでですね、ぜひ、みんなが、何かしらの形で副知事になれるというような、構想をですね、実現していきたいと思っています。はい、ぜひ、まずは、施設側さんがですね、どんどんその門を開いていただけないと、働き手もこう応募できませんので、まあ、いろんな、やり方があると思います。無料で一旦、このプロジェクトのに参加してくれる、施設さんも募集しておりますので、ぜひですね、プラスロボ、スケッタで調べると出てくるんですけど、ぜひ問い合わせいただければと思っております。はい。僕は、あと5分ですかね。10分までですかね。10分まで。はい。じゃあ、あと5分ありますので、せっかくですので、サイトを少し、見ていただけた方がいいかなと思いますので、そうですね。サイト。はい。こちら今見えてますでしょうか。スケッターのサイトがこちらになります。はい。スケッターと書いてあるサイトですね。で、ここにですね、お仕事を探すっていうのがあるんですけど、皆さんもスケッターでぜひ、スケットから来てるスケッターなんですけど、ぜひ検索していただけるとすぐ出てきますので、眺めてほしいなと思います。例えば、レクリエーション
昼のこの3時間だけちょっと来れる人募集とか、まあこのティータイムの手伝いとか、ちょっとお話し相手これやってくださいとか、この朝食のこの準備とこの片付けちょっと来てくださいとか、こんな形でですね、こう募集が1日単位でこう出てるんですね。ここに、まあ、興味ある人はどんどん、ネット上で応募していくと。ネット上で応募するんですけど、このスケッターのプロフィールがしっかり書かれていて、でさらに今までどんなところでスケッターをやって、どんな評価を受けてるかっていう評価もついているので、ちなみに介護施設側も評価されるので、お互い評価されるんですけど、非常に普通にアルバイトの面接の人を履歴書と面接だけで受け入れるよりも、その人のことがよく分かる第三者評価もちゃんとついた形で今マッチングしております。はい、まあ、こんな形で今、スケッター一覧の画面なんですけど、本当にこんな形でいろんな人が登録しております。特に学生増えてますし、今でも20代が一番多いです。はい。とにかく現場をですね、勉強したい、体験したいという潜在的ユーザーが、このミレニアム世代と Z 世代で非常に多いという、この事実を、早く、皆さんに知っていただきたいと思っております。今は働き手の方が多い状態です。はい。なので、僕の説明はこれで以上になります。ぜひ、スケッターで検索してみてください。それから、無料で一旦こう人を集めてみるという、ね、Zoom でもマッチングしますので、ぜひスケッターというものとつながってみたいと、どんな人がなぜ登録しているのか、ぜひ一緒に喋ってみてほしいなというふうに、思います。はい。僕のコーナーは多分質問がないと思いますが、はい。では、チャットの方にも、サイトの URL と、メールアドレス貼っております。本日はありがとうございました。スケッターよろしくお願いします。はい。はい、鈴木さんもどうもありがとうございました。鈴木さん、いくつかコメントをいただいてますので、それにちょっとお答えいただいても大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。はい。まず、つながる介護札幌さんからですね。はい。スケッターはスキルがあるアクティブシニアにも活用できそうですね、っていうことなんですが、はい、いかがでしょう。おっしゃる通りで、40代、50代の方もたくさん登録してますし、例えば定年退職した方で、まあ、そういうスキルですね、まあ、本当に、なんだろう、まあ、演奏が得意とか、歌が好きっていう人も、助っ人としてこう来たりですね、たくさん来てます。もうそこから転職につながってる事例もたくさんあります。なるほど。ありがとうございます。それから、私へのダイレクトメッセージで来ているご質問があって、カラザステーションさんから直接介護がなければ介護事故はかなり予防できそうですねと、情報漏洩、はい、守秘義務に関してはいかがでしょうかという質問があります。はい、まずそうですね、身体介助のお仕事は依頼できないのでそこはリスクヘッジしているのと、あとはスケッターで独自の保険作ってますので、万が一何かあった場合は、全額うちの 方で実費負担するという保険もあります。でもう一つ、質問の守秘義務ですね、これはですね、はい、もちろん利用規約にスケッターさんが必ず同意、しっかり守ってくださいねという規約にサインしていただいて登録してもらっているのが1点と、それとは別にですね、多くの介護施設ではスケッターさんが来たら、これに一筆サインしてくださいというようなやり取りを、してますね。その独自の介護施設さん側が持っているこういうことは口外しないでくださいねというような、うん、各々施設ごとにあると思うんですけど、来たらまずそれに一筆サインこんな流れでやっと。はい、ありがとうございます。もう一つチャット欄にグッドツリーの井上様から、はい、宮城県ですね、宮城県でやってみようと思ったのですが、はい、登録されている施設が少なくてできませんでしたっていうコメントが。はい、申し訳ありません。介護施設側がですね、何かしら案件を出してもらわないと。そうなんですよね。ちょっと僕も宮城の仙台出身なので、今年帰省できそうであれば、近くの介護施設に声をかけてみようと思います。はい。はい、それから、私から最後に質問を一つよろしいでしょうか。はい、先ほど無料でトライアルができるというお話だったんですが、はい、将来的には、この登録をした事業者さんが何がしかのそのフィーを払うという仕組みではあるわけですか？そうですね、定額で、まあ、2万円とか3万円がかかるという、
まあ、大体その施設の規模で変わるんですけど、うん、大体今月2万円だけが多いですかね。でそれであとは助っ人は呼びたい放題っていう感じです、ね。月2万円払えばどんだけでも使ってもいいよということなんですね。そうです、そうです。もう引き抜きで例えば正社員になってもらうとかですね、そういうふうにいろんな使い方できますし、はい。ちなみに今の福岡県でのその助っ人する側の方の登録状況っていうのはいかがなんでしょうか。いや、まだ多分事業所がですね、案件出していないので、うん、ただ登録して待ってる方は50人ぐらいはいるんですけど、ああ、なるほど。まあ、まずはですね、何かしらこう、これ手伝ってっていう案件がいろいろ投稿されないと、助っ人も、あ、なんだ、福岡やってないのかと思って、みんな離れちゃうんですね。ぜひなんか、エリア特化してですね、しっかり、ま、いっぱい、周囲に助っ人がたくさん、一緒にこう掘り起こそうっていうような、なんか一緒にできたらいいなっていうふうに思っております。はい。かしこまりました。それでは、皆さん方、助っ人さんのサイトをですね、ご覧いただいて、ご興味ある方は、ぜひ登録の方していただければなと思います。本日は鈴木さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。